中古車販売大手ビッグモーターの店舗前の街路樹が一部枯れるなどの問題で、東京都は今日、世田谷区にある店舗の前の土壌調査を実施しました。今、都道に面する店舗の前で土壌の採取が進められています。午後5時半過ぎに始まった東京都の調査は、店舗の前の土を20センチほど掘り採取する形で実施されました。土の中に除草剤の成分が含まれているかを調べ、街路樹の異変の原因を特定する狙いです。ビッグモーターをめぐっては、全国の複数の店舗前で街路樹が不自然に枯れる状況が報告されています。都は先週金曜日に都道に面する14店舗の周辺で草木などの状況を目視で確認、8店舗で一部が枯れるなど通常と異なる状況であったことが明らかになりました。これを受け、東京都は今日から目視を行ったすべての店舗で土壌調査の実施に踏み切りました。並んでる街路樹が緑になっているところと比較しますと、木自体はちょっと元気がない、枯れているような状況がありますので、それをですね、今回の調査でその因果関係があるのかないのかですね、そういったものが分かればというふうには思っております。都は残りの店舗についても明日以降調査を実施し、あさってまでに終えたいとしています。結果は2週間から3週間ほどで明らかになる予定で、結果を踏まえ被害届の提出などの対応に当たる方針です。